引き続き DBCLS の片山です。ちょっと時間が午前中足りないので、まず概要だけ喋って午後実習しようと思います。で、すいません、風邪ひいてて 結構調子悪いんですけど、聞きづらいかと思いますが、ご了承ください。で、統合 DB っていうシステムは、皆さんのデータをデータベースとして公開するために開発してたんですけど、途中から DBCLS がセマンティックウェブ、RDF を使うようになったので、 RDF を生成するプラットフォームとして進化してきました。で、簡単にはですね、表形式で研究データを皆さんが持っておられる、それから論文のサプリメントとかに、そういうデータがよくついてます。で、それ結構 Excel とか PDF のままだったら他の研究者がデータとして活用することができないので、そうじゃなくてデータベースとして公開してくださいと。ただ普通の研究者にとってはデータベースを公開するとなると、サーバーをメンテナンスしなければいけない、10年、20年維持できますか。で、その一つのサービスとして、NBDC とかがデータベースのアーカイブしてますので、そこにデポジットしていただくってことはもちろんできるんですが、もうちょっとこじんまりしたデータベースを自分で構築してっていう時には、このサービスをお使いいただけるかなと思ってます。で、一つはCSV とか TSV の表形式のファイルをまず用意します。で、これをアップロードしていただいて、で、必要に応じてちょこちょこっとカスタマイズすると、もう公開されるデータベースができますと。で、ここから先やり込めばいろんなことができるようになってるんですけれども、基本的な検索システムは、キーワード検索とかいろんな条件の複合検索ができるようになっていて、で、あとそれ以外に RDF の生成とスパークル検索っていうのがもうワンセットで全部ついてくるようになっています。だからアップロードして公開するだけだったら本当に1分もあればできちゃうんで、で、その後画面周りがちょっとデフォルトだとしょぼいなと思う人はそこをカスタマイズしてもいいですし、RDF のより良い RDF を作る。今日お話があったみたいにいろんなオントロジーをみんなが使っているものに置き換えていくとか、そういうことをするとより良い RDF になっていくと。そういうような機能を基本的には提供しています。多分繰り返しになりますけど、何のためにこれをやっているかということで、知識とかデータが今論文の中に埋まってて、表とかサプリメントデータっていうのは再利用されにくいです。で、こういう皆さんが持ってる、ラボで持ってたり、自分が研究データとして持ってる貴重なデータを、公開すると。しかもそれが統合 DB に置けばリンクドオープンデータ LOD になってくれるというようなことを目指しています。で、手軽にデータベースを作って公開したいときに、自分でサーバーをメンテする必要はない。で、このサービスを使ってくださいということが一つ。それから、データベースを作る過程においては、全部完成してポイッと出すんではなく、修正が必要です。で、ある程度まとまった時点で公開したいっていうようなニーズもあると思います。で、アクセスをいつから皆さんに公開するか、それともそのディベロップメントの間は自分たちだけしかアクセスできないようにする、共同開発者を加えるとか、そういうこともできます。で、見た目とかをすごいカスタマイズしたり、 JavaScript とかで機能を盛り込みたいっていう部分も自由にカスタマイズできるようになってます。で、あとここから先はデータベースの使い勝手の方なんですけど、世の中にいろんなバイオのデータベースがあります。昨日までやってた統合の日でも数千のデータベースがありますという話がありましたが、結構な割合で、UI のデザインをあまり考えてない人が作ると、検索ボックスがあって、そこ何入れていいかよくわからないまま、自分が思いつく単語では一度もヒットしないので、そのデータベースの中身が確かめられないということがよくあります。で、統合 DB はそれに対する解決策として、データベースの最初10個分ぐらいが常に出ているように設計されています。で、それから、そのデータベースの機能が、検索機能が貧弱なので、この条件で絞り込んだら2万件の中から目的の100件になるのに、検索がうまくいかないから1000個の中をあと目で見るしかないとか、そういうこともありがちなんですけど、正規表現とかを含めた強力な検索が最初からできるようになっています。あと、ヒットしたデータの件数がたくさんありすぎて、全部見て回る必要があるけど、見るのにクリックして戻って、クリックして戻ってっていうのが大変だっていうケースもよくあると思うんですけど、そこも次々とエントリーを見ていけるようにしてあります。で、最終的にオントロジーとかをちゃんと整備していけば、素晴らしい RDF をちゃんと生成することができて、 LOD を公開するということができるような、データベースです。はい。で、ちょっと見た目なんですが、今ちょうど過渡期でですね、昨日新しいバージョンが
リリースされてて、後でちょっと使ってみながら、どこがまだ完成してないのかを ライブでやってみようと思ってるんですけど、だから僕も全機能まだ全然試せてなくて、さっきちょっと試してたら、実際まだ使えないところがあります。で、この画面は今見せてるのは古い方です。もう少しおしゃれになります。で、ですね、これは、共同研究者の方からいただいた南極の苔のデータベースを作ってみたものなんですけど、こういう形で画像を貼り込んだりすることもちょっと工夫すればできます。で、こういうもうデータベースのトップページ開いた時点で何件か出てるので、じゃあこのカラムに書いてあるこの文字で検索しようみたいなことがすぐ始められるわけですね。で、一個一個の1行が1データベースエントリーになっていて、このページの中にいろいろこう、例えばそのここに緯度経度が書いてあったら、それを Google マップで地図にしてみようとか、こういう JavaScript をちょっと書ける人はそういう工夫もできますし、カラムごとに正規表現とか、日付が何年何月からいつまでの間とか、いろんな細かい指定をした検索ができるようになっています。あとは、そうですね、データベースのエントリーがずらっと並んでますけど、それを矢印キーだけで次から次に見ていくことができるので、絞り込んだ結果の中から、見たいものだけをザーッと流し見するっていったことが便利にできるようになっています。で、ここから先がですね、RDF の設定画面なんですけど、これやっぱり今は継ぎはぎで作ったので、正直分かりにくいですね。で、これの新しいバージョンを今作ってるので、今日の講義の内容は喋ったそばからオブソリートな感じになっていくんですけれども、何ができるかっていうと、何もしなくても RDF が作れて、何もしなくてもスパークル検索ができる状態になるんですが、さらにそこにこのデータベースのオントロジーをここに記載すると、それも公開することができて、そこで定義したクラスとかプロパティを用いて RDF をちゃんと作っていくってことができるようなインターフェースになっています。で、表から RDF にするっていうのは、基本的には1行の何カラム目にはこういう値がありますっていうトリプルを繰り返し繰り返し作っていくだけなんですけど、そのカラムにはどういう意味があるのか、その値にはどういう単位がついているのか、どういうクラスがついているのかっていうことを細かく指定していくことによって、よりセマンティックのちゃんとリッチなデータにすることができますということです。で、作ってみると実際もうすぐダウンロードできる形で RDF が公開されますし、スパークルエンドポイントも立ち上がるので、いきなりセレクト文を書いてクエリーかけることもできます。で、これを午後、もたもた実習してみようかなと思ってます。で、その時にですね、OpenID っていう統合データベースにログインするときに OpenID っていうものが必要です。で、これ今のうちにちょっと皆さん作っておいていただいていいですか。OpenIDDBCLSJP、 ここにアカウントを作っていただくと、 DBCLS のサービスいろいろこの ID だけでログインできるようになりますので、まだお持ちではない方はこれだけ準備しておいてください。で、もし自分の研究データみたいなものが表でありますよっていう方があれば、それもお使いいただけるんじゃないかなと思います。なので、そうですね、例えば数百行でカラム数が10個みたいなデータでお手頃なのがあれば、それを使っていただいてもいいです。一応サンプルのデータもご用意しようと思ってます。じゃあそろそろ始めましょうか。気だるい午後になりましたが お腹が膨れるとね、午後眠くなりますが、頑張ってやっていきましょう。皆さん午前中にオープン ID 作っていただいたかと思うんですけど、よく考えたら皆さんが同時にこのハンズオンをやってしまうと、サーバーが落ちるんじゃないかという危険があるので、最初僕前の方でやります。見てるだけでいいっていう方はログインとか今はしなくても大丈夫です。ただ、この OpenID 取っといていただけると、 DBCLS のいろんなサービスが使えます。で、あと今回の告知ページにあった Wiki のサイトとかも書き込めるようになっていて、で、毎月スパークルソンっていうイベントをやってるんですが、ググっと、例えばこちらのページは、次の回に参加したいなと思ったら、開催予定のところを開いて、で、ここに自分の名前を追記するということが参加表明になってたり、そんな感じになってますので、有効に活用していただけるんじゃないかと思います。はい、それで、じゃあ統合 DB を使った RDF 生成っていうのをやっていこうと思うんですが、まず最初にですね、自分の研究データベースとして公開したい研究データを、
表の形式で作っていただくことが必要です。で、統合 DB はすごくシンプルなデータベースを目指しているので、あの複数の表にまたがっているようなものっていうのは今回対象にしてません。で、そういうことをしたい場合はこの後に山本さんが紹介される DIT-RQ マッパーを使うとか、もう少し高度なプログラムを使うとかして RDF を設計することになります。で、なので Excel でシート1だけのやつとか Google スプレッドシートでシート1だけのやつみたいなものが望ましいです。で、今回ちょっとサンプルデータを作ったんですけど、よっこれですね。ここにあの食べられる生き物とそのゲノムとその論文みたいな表を作りました。これ何かというと、もう少し後でゆっくり見ますが、ですね、去年の12月に国内版のバイオハッカソンっていうのを山口でやりました。その時に山口情報芸術センターっていうメディアアートの美術館と共同で、なんかちょっと市民公開イベントみたいなのをやったんですね。で、その時のテーマがあの生物とプログラミングというものだったんですけど、まあ、バイオインフォマティクスのプログラミングとあとゲノム編集みたいなものを含めたプログラミング、広い意味で、まあ、市民の皆さんに理解していただこうと。で、じゃあ DNA と私たちにそんなに身近ですかっていうところからやらなきゃいけなかったので、ゲノム弁当っていうのを作ることにしました。で、これはゲノムが決まってる食材だけで弁当を作るっていう企画で、で実際あのすごい美味しそうな弁当ができて美味しかったんです。で、鮭も決まってるし、鶏も決まってるし、お米も決まってるしみたいな、海苔も決まってるしみたいな感じですね。で、この香り米の香り成分がレーザーカッターで海苔に加工してあるという、なんかちょっと美術館っぽいこともしていただいて、まあ、非常に好評だったんですけど、この時にどの食材が使えるかっていうリストをあの調べる必要があって作ったのがさっきのテーブルです。で、実際あのゲノムが出てる生物種を取ってくるっていうのはデータベースを使えば割とできなくはないんですけれども、その中で食べれるものに絞るっていうのは手作業で皆さんの知恵を拝借しながらですねやってきました。まあ、あのお米、ね、穀物ですね、トウモロコシ、小麦、あわごま、ライズ、でこういうものが決まってて、で今度芋ですね、主要なあのでんぷん系のものはここら辺で、であとお肉関係は、牛、豚、羊、ヤギ、馬、ミンク、クジラ、まあ、食べる人がどれぐらいいるか分かりませんけど、孫もスパン、スポンサギとかで、魚も最近ちょっと増えてきました。鮭とかマグロとか、ね、ヒラメ、ウニ、カキなどなど決まってます。で、野菜があってトマトとかナスとかいろいろあって、で、昆布とかあって、ですあと果物ですね。でこういう表を渡してあのなんか作ってくださいというので作ったのがゲノム弁当です。で、これこのデータ あのいいところはあの学名がついているので、まあ、科学生物学のデータベースにつなぎやすいというところと、それからあのその論文が発表されたところのジャーナルとか年度とか、そういうものがここに書いてあるので、今回のテーマにちょっと向いてるかなと思ってこれを今回は使うことにします。はい。で、こういうふうに Excel とか Google スプレッドシートでデータを作っていただくのが第一歩です。で、ポイントとしてはですね、一番最初の行に英語でカラム名を書いておくと後々便利です。はい。で、準備ができたら形式を指定してダウンロードでこの間膜区切り形式ですね、 CSV っていう形、もしくはタブ区切りでもいいんですけど、ダウンロードします。そうするとダウンロードされますので、そのファイルをアップロードしていくことになります。まずさっき作っていただいた OpenID で統合 DB のトップページから、ログインします。で、この後あのずっとログインできるようにしますかっていう認証ページが最初は出ると思います。オンにしておくと今みたいにすぐログインした状態になります。で、今自分がログインしてますよっていうのがここに出ています。はい。で、ここで次にクリエイトっていうボタンを押すと新しいデータベースが作れるようになっていて、ここでデータベースの名前を付けます。せっかくなのでゲノム弁当にしますね。で、次にここでファイルのアップロードをします。ダウンロードしたファイルをここから選んで、
で今、間膜区切りなど CSV の方、タブ区切りの場合は TSV の方を選んで、アップロードボタンを押してください。もしくは、ウェブからダウンロードできるところにファイルが置いてある場合は、ここにそのファイルの URL を書けば、そこからも取り込めるようになっています。で、ちっちゃいデータなので、パッとアップロードが終わって、で、ここが1行目、英語で書いてくださいって言ってたところなんですけど、1行目のところのカラムをデータですか、それともカラム名ですかっていうところを聞かれています。で、1行目何も書いてない、もうデータだけが並んでいるデータベースの場合は、ここで NO を選ぶんですけど、今回はここにカテゴリーとかサイエンティフィックネームとか書いてあるので、Yes の方を選択します。そうすると、さっきのこちらの表にあった A から T までのカラムが、今度は縦方向に並んで、ずらっと出てます。で、ここでカラム名、カラムネームって書いてあるところが、RDB、リレーショナルデータベースでのカラム名になります。これが検索の時のキーになります。ただ、一般ユーザー、データベースとして公開するときは、もう少し大文字、小文字を使い分けたいとか、いろいろあると思いますので、そこはこのカラムラベルっていうところに指定することができます。なので、ここのカラムラベルの方は人間用で、カラムネームの方は計算機用です。で、ところどころですね、こういう、大文字小文字が混ざっているデータベース名とかが全部スペースが入っちゃったりするので、修正してあげたりします。よいしょ。で、3番目のカラムにあるのは、データベースの RDB なので、スキームをきっちり決めないといけません。数字が入っているカラムですか、それとも文字列が入ってますか。で、文字列も256文字より大きい場合はテキストとか変えないきゃいけないんですね。で、ここら辺で、データベースの型を、もし、一応自動判定するようになってるんですよ。この一番右側に1行目のデータが出てて、それを見ながら、あ、これ間違ってるわ。例えば、そうですね。このタクソノミー ID っていうのは数字ですけど、別にインクリメンタルな計算して、なんでしょうね。タクソノミー ID が5000番より大きいものとかいう検索普通しないと思うので、文字でいいやって思う場合は、このインテージャーからテキストに、ストリングに変える。パブメド ID もそうですかね。なんかそういうことをしてもいいですし、逆に本当は数字なのに間違って文字列と認識されているようなカラムがあったら、それは変えてくださいといったことになります。あと1行目は説明が短いんだけど、50行目ぐらいにものすごい長いデータがある場合で、256文字より後が切れちゃ困るっていうのが分かっている場合は、ここでテキストの方に切り替えるとか、そういうことをして、基本的にはもうデフォルトのまま OK を押してもらっても問題はないかと思います。作り直して、もし失敗したら作り直してもらっても大丈夫です。で、これでクリエイトテーブルってやると、SQL で裏側にあるバックエンドのポストグレスに今テーブルを作って、で、アップロードした内容がガーッとロードされます。これでデータベースの構築は終わりです。で、できたデータベースの設定画面に来るんですけど、もう早速見てみましょうということで、このデータベース名のところをクリックすると、はい、こんな形で、データベースがこの表に書いてあった内容とは変わらないですけど、データベースが構築できている状況になります。で、 URL が書いてあるところは自動的にもうリンクになっているぐらいのことはやってあります。はい。で、まずですね、ここのデータベースの中からいくつか検索をしてみたいと思うんですけど、例えばここで検索ワードを何を入れればいいか分からないデータベースが多いんですけど、もう内容が見えているので、多分じゃあここライスって入れたら米だけが引っかかってくるなって分かるので、ここにライスって入れてみます。そうすると、あ、米は今4種類ここに入ってるねっていうのが分かったりします。それから例えば、じゃあそうですね、プラントセルに発表されたゲノムだけに絞ってみたいと思ったら、こんな形でやると、あ、植物のゲノムはこれだけがプラントセルっていうジャーナルに発表されてますねみたいな検索ができます。で、これキーワードサーチなんです。で、対象のからも指定することもできますけど、ここはキーワードサーチになっていて、で、もうちょっと複雑な検索をしたい場合はこのアドバンストサーチっていうところをクリックします。で、ここで、ここのカラムに例えば2008年から2012年までに発表されたゲノムだけが知りたいみたいな、こういうインテジャーでしたところは範囲検索ができるようになったりするので、こうすると、これと閉じるかな、26件ヒットしたっていうのが分かります。で、これを CSV でもう一度ダウンロードするっていうようなこともできます。
この場合はデータセットが全体がちっちゃいですけど、巨大なデータベースの場合に自分が欲しいサブセットだけ取ってくるっていうのはこういう検索の仕方でできます。で、で普通のデータベースだとここでさらにこの小をして、ああこうね、で戻って、で2番目のやつをこう見る、こんなことをやっていくと思うんですけど、これすごい100個も200個も見ないといけないときは大変ですよね。でスペースキーを押すと、ピッとこの今マウスがあった行のデータが出るようになってて、で矢印キーの上下で次々とこう、今確か2008年から2012年の範囲で発表されたゲノム論文、ゲノムが出てると思うんですけど、次々とこうやって見ていくことができるようになってます。なので多い日もガーッとやれば安心みたいな感じになってて、でこれキーボードショートカットでスペースと矢印キーなんですけど、一応ここにボタンがあって、これを押しても同じことができて、あとここの矢印アイコンでも上下行くようになってますので、まずこれを使って、でもう慣れてきたからキーボードでやりたいなっていう人はスペースキーと矢印でデータベースの全容をブラウズしてもらうことができると思います。まあこういうデータベースです。で、で、現状初期設定ではこのデータベースの表示の仕方、テーブルがすごくそっけないんですけど、これは CSS を書き換えるなり、テーブルじゃなくて好きな形でこのカテゴリーの値をどこに配置するとか、カリオタイプをここに配置するとか、ここは画像に差し替えるとか、そういうことも全部カスタマイズできるようになっています。ちょっとその例をやるのは今日はちょっと難しいかと思うんですけど、一応ここの HTML をガリガリ書き換えるということをやっていただければ、そういうこともできるようになってますし、 CSS JavaScript をここに書いていくことができます。今デフォルトではこのテーブルタグになってるんですね。でテーブルタグの、例えばサイエンティフィックネームっていうところの値と、カラム名と値っていうのがこれで取れるようになっているので、別にこれテーブルタグじゃなくても div でも何でもHTML 分かる人は順に書き換えてもらうことができるようになってます。これで、まず、やってみたいのが、このテーブルの中で、右の方に行くと、ここにさっき指定したパブメドの論文の ID と生物種のタクソノミー ID が書いてあって、これ現状では数字なのでクリックしてもそのデータベースに行くことができないんですけど、これを、リンクっていうところで、例えばパブメドの場合はこれ選ぶだけですね。パブメド ID っていうのを選ぶと、この NCBI のパブメドの URL にリンクされるようになります。これを選んでアップデートをします。ちょっと、はい、でこっちのページをリロードすると、このパブメドのとこが全部もうリンクになって、クリックするだけでその論文にアクセスできるというようにカスタマイズできます。それからタクソノミー ID の場合はここから選んでもいいんですけど、ちょっと今回は変えて HTTP identifiers.org のタクソノミーにリンクしてみることにします。でこれカラム名のこれですね、これを書けばその値が変数で取ってこれるようになっているので、こうするとこのカラムにある値には全部これが href でつくように変わります。でリロードすると、そうですね、こうタクソノミー ID があって、まあ、適当なやつをクリックすると identifiers.org 経由で NCBI のタクソノミーブラザーにリンクが完了します。こういう状況なので、データの方では ID だけを持っておいて、それをどこにリンクしたいかっていうことは後でカスタマイズできるし、データベース自体は書き換えずにそこら辺はできるようになってます。でこの2つが重要なのは、今から RDF を作るんですけど、 RDF ってどっかにつながってないと意味がないんですね。だからこういう他のデータベースの ID をまずどっかに入れといてもらえると、このデータを RDF にした時にそこから他のデータベースにつながった RDF が自動的に生成されます。でリンク先の URL がこのリンク、今指定したものを使うようになっています。で、なのでデフォルトでもう最初からですね、アップロードした瞬間にもうここにRDF データができているんですね。で、これをちょっとダウンロードして見てみると、よいしょ。
これが一番新しいのかな。そうですね。デフォルトではですね、よいしょ。ここに、データベースの1行目のエントリーは、日本バレーのお米で、で、ここら辺に、そうですね、論文のパブメドの ID と、それから生物種名のタクソノミー ID が入ってます。でも、これだとリンクされてないので、これがリンクされてるとより良いデータなんですね。で、さっき設定しましたので、これでリリースし直します。これ、このボタンを押すと、設定に従って RDF データをもう一回作り変えてくれます。で、もう一回ダウンロードすると、よいしょ。これかな。そうすると、日本バレの、もともと、タクソノミー ID のところは数字だけだったのが、URL へのリンクに変わってます。これでより良い RDF に一歩近づいたわけですね。で、ここから先、ここの部分が全部統合 DB のこのデータベース用のオントロジーになっているわけです。で、これが他のオントロジーを使っているとより標準的なものになるので、ここのプロパティのところを書き換えていけるといいなっていう話になります。で、いくつかガイドラインがありまして、DBCLS 川島さんたちの方で作っている、どこから行けばいいかな？RDF 化ガイドラインというのがあって、多分スパークルソンのトップページにリンクしてありますかね。はい。よいしょ。ちょっと字を大きくして。そうですね。ここにデータベース RDF 化ガイドラインっていうのがあります。で、これを見ると、例えば、タクソノミー ID は書いてない。じゃあまずタクソノミー ID のリンクのプロパティを我々が推奨している方法に変えます。リンク先はこの identifiers.org を使いましょうということをこのコミュニティでは推奨していて、でその時にここはよく使われるのは RDFSCAlso っていうプレディケートになります。でその機能も統合 DB の方にありまして、今タクソノミー ID のここですね、ここのタブでプロパティをRDFS の CAlso に変えます。そうすると、実際この URL なんですね。RDFSCAlso。これがプロパティになります。で、アップデートして、で、ちょいちょいめんどくさいですけど、またリリースします。できたかな？今は38分だから、リロードするといいのかな ?48 分。はい。で、ダウンロードし直すと、よ、一番そうですね。そう、ここか。さっきまで統合 DB のタクソノミー ID っていう誰も使ってないプロパティだったのが、割とよく標準的に使われる RDFSCAlso でタクソノミー ID にリンクされるようになりました。でもう一個文献がありました。パブメドですね。このパブメドの文献にリンクするときに統合 DB の PMID っていうプロパティじゃなくてガイドラインにどう書いてあるかをちょっと確認してみます。ちょっとどれで引けばいいですかね。これですね、文献情報へリンクする際は DC Terms のリファレンシーズプロパティの利用を推奨しています。なので、まあ、これを使えばいいわけですね。はい。でなのでこの PubMed ID のところのプロパティを DC Terms の、リファレンシーズこれかな、これにします。で更新して、でデータセットを作り直してダウンロードすると、よいしょ。DC Terms。どこ行ったかな？あ、ここか。おかしいな。あ、そうか。文献はもともと
DC リファレンスがつくようになってるんですね。でそこにもう一個今指定したやつもくっついちゃった形になっちゃいましたが、はい、そういうふうにあの RDF を一個ずつ目で見ながらあの改良していくことができます。はい、でまあ、あの本当はこの1行目にも2行目にも3行目にも生物種が書いてあるので、この主語は生物種ですよってクラスをつけるのがいいんですけど、これがちょっと不備ですね。ここに書けるんだったかな。でいずれにしてもこの画面ちょっと僕もあっちに行ったりこっちに行ったりやってて、皆さんもどの順番で何やったら何が起こるって分かりにくいと思います。でこれをあの今分かりやすく作り変えているのがこちら新バージョンになります。でただこれ今日デモできないんです。まだちょっとさっき試したりもこのカラムの設定のところが仕上がってなかったので、ただまあちょっと絵だけお見せしようと思います。これ新しいバージョンなんですけど、まずログイン画面からあの順番にファイルをデータベース名をつけて、ですいません、あの録画の方も申し訳ありません。ファイルの形式を指定してアップロードして、でカラムの1行目をどうするかを決めて、で設定して型を選んでっていうところまで一緒です。で出来上がったらここから設定画面になって、でこの設定画面も左から順番に上から下にやっていけばあの流れよくできるように再構築中です。なのであの機能的には変わらないんですけれども、同じことがあのもう少しあっち行ったりこっち行ったりしないでできるようになるので、お待ちくださいという状況です。はい、で RDF のダウンロードもさっきの画面は数字をクリックするだけでしたけど、一応こうアイコンがついて分かりやすくなってたりします。で設定の画面のところなんですけど、設定はかなりあの分かりやすくなります。でこれこの後に山本さんが紹介される D2RQ マッパーと同じようなインターフェースになっているので、そちらの講義を聞いていただいて、でこれに戻ってくると、あ同じように主語と述語と目的語を指定すればいいんだなっていうのが分かると思います。これリリースしたらぜひお使いいただきたいなと思います。それでで基本的にじゃあこれであのまあまあ RDF をよくしながらリリースしていく方法分かりました。でデータベースとしてはこういう検索機能を持っててウェブで使えますと。でただあのバイオのデータベースをバイオインフォマティクス社の人が使うときにはもうちょっとこうプログラムからアクセスしたい。でそういうときにスパークル検索とか REST API とかがあの有効になってきます。でこのデータベースはもうアップロードして今クリックしてすぐ作っただけですけど、その機能が最初からついています。で例えばどういうことができるかというと、まずこれ後で実例を見せますけど、スパークルの後にデータベース名を書けばそこがスパークルエンドポイントになります。それからオープンサーチに対応しているので、これ検索エンジンがどういうデータを検索できるかっていうのが分かる情報があります。まあ、この2つはちょっとマニアックな感じがします。でもう少し簡単に、キーワード検索だとか条件検索みたいなものも URL を書き換えるだけでもできるようになっているので、例えばこの検索結果を他の研究者に見てほしいという時にこれ入れてこれを入れてっていうことを教えなくても一応いいようになってます。例えばこの中でさっきに例えば2012年以降の論文とかいうようなことをやったと思いますけど、ここでちっちゃいねイヤーっていうカラムにジャーナルのパブリケーションの年が入っているので、これが2012年以降ってやると下の表が2012年以降に発表された論文に絞り込まれます。でさっきは確か2008年から後で2012年までとかやったような気がするんですけど、こういうふうに条件を and で重ねて書くこともできます。でこの中でさらに、よいしょ、ジャーナルがネイチャーに発表された論文とかこういう形で絞り込んでいくと、あ8年から12年の間にはネイチャーに10本の論文がゲノム論文が出てるんだなみたいなことが分かると。でこういう URL が提供されるっていうところが、まあ、一つ特徴になっています。それでその例のスライドを少し作ったかな。そうですね、はい、であとキーワード検索に関してはデータベース名の後にいきなりキーワードを書けばいいようになってて、今の年とかジャーナル名とかの複合検索みたいなことも URL で全部できますっていう話でしたね、はい、なのでちょっとキーワード検索を先にやるの忘れてましたけど、
これがデータベース名で、データベース名の後にスラッシュをつけてライスって書くと、あのこのテーブルの中のどっかにライスってある行だけが絞り込まれるというような感じになってます。これだけで結構十分便利だったんですけど、この後にセマンティックウェブの時代が来たんですね。それでもっと複雑な検索をしたいという要望に、でもスパークルなら答えられます。例えばこの中で、ネイチャーには何本出てて、サイエンスには何本出ててみたいに集計がしたいとかなってくると、ここでは対応できなくなるわけですね。プログラム書いて自分でエクセルで処理するなり何かしなきゃいけない。そういうこともスパークルではできるようになります。それをちょっと見ていきます。よいしょ。はい。で、レストケン。はい。で、これはちょっと飛ばしてもいいと思うんですけど、この2番目に書いてたオープンサーチ検索に対応してますよっていう証拠で、はい。ここからスパークルです。で、スパークルは、エンドポイントがもう立ち上がるんですけど、これ、公開しないと外のプログラムから使えないので、今データベースアップロードしただけではプライベート、公開、非公開になってるんですが、公開設定に一旦変える必要があります。よいしょ。それはですね、このオペレーションとこのプライベートってなってるところをパブリックに変えて保存すれば、このデータベースが今まで皆さんのパソコンではこれ見れなかったと思うんですけど、今の瞬間見れるように変わりました。で、このデータベースの名前を持っているエンドポイントにアクセスすればいいわけです。で、よいしょ、ターミナルに行って、で、これ、カールでも何でも好きな HTTP クライアントを使ってもらえばいいんですけど、これが、今作ったデータベースの、スパークルゲノムベントって、これがエンドポイントになります。これをセットしといて、自前のもので申し訳ないが、どれがいいかな。これにしましょう。これは、さっきやったような検索と似たものをやってます。ネイチャーに発表されたゲノム、食材ゲノムの発表年と、その生物名と、ゲノムサイズを取得して、で、そのうち2010年より以降のものだけを5件表示しなさいっていうような検索になってます。実行すると、動きませんね。なんでですかね。そうか、プロパティも全部書き換えなきゃいけないですね。よいしょ。はい、こんな形で、トマトは 1.2 ギガのゲノムで2014年にパブリッシュされていますみたいな感じで取ることができます。で、これを、皆さんプログラムがスパークルが十分に書ければこうやってやっていけるんですけど、よし、じゃあここのネイチャーをどのジャーナルに変えてもいいようなサービスが提供できたら便利じゃないかっていうことを考えたとします。で、そういう時のためにどこに置いたかな、これかな。ちょっとこれ別のサービスの紹介になるんですけど、スパークリストっていうものを最近作っています。で、ここには典型的なスパークルを書いておいて、それをユーザーの人を書かずに呼び出すだけで使えるようにするものです。で、例えば、今のスパークルクエリ全く一緒ですね、これ。2010年以降の、ここも変数にしてもいいんですけど、あるジャーナルに出たゲノムの名前とサイズを取ってくるっていうようなクエリをここに書いておきますんで、これをちょっと編集しないといけないね。はい。で、保存。で、そうすると、ここに、レストヘピヒアがあります。これをクリックするだけで、誰でもネイチャーに出てる2012年以降の論文っていうのが取れるようにやってみましょう。ピッてやると、こんな形で、トマトが 1.2 ギガで2014年っていう、でそれ5件こう返ってきてるわけですね。さっきのターミナルでお見せしたこれと同じ結果が、クリック一つでサービス提供できるようになりました。で、せっかくなので、年も指定できるようにしますね。よいしょ。で、ここに2010って決め打ちしてましたけど、ここを変数に変えて、
例えば2010とかしておきますか。そうするとこの API は引数を2つ取れるように変わりました。で、例えばここに今 Nature がデフォルトに入ってますけど、サイエンスに変えて2010年以降の論文を見たいです、こうクリックするとスパークル検索してその結果が返ってくると、こういうことが統合で DB で作ったデータベースに対してスパークル検索で実現できます。ただこれでもまだ嬉しくないですね。この結果を見ても何かしないとわからない。じゃあ例えば表にしてみましょうと。でそのためにメタスタンザっていうのを作っていて、話がどんどんややこしくなってますけどこれはスパークルの結果が取れる REST API の URL をここに書いておくと、そこから出てきた結果、本来だったらこういう JSON が返ってきてるんですけど、これを、少なくともこう表にはしてくれるっていうアプリです。まあ、こんなの誰でも作れるわけですけど、まあ、一応サービスとして提供していまして、でこれで実行するとこういう形で自分のウェブページにスパークル検索した結果をオンザフライで載せることができるようになります。これ埋め込むためにどれぐらいのコードが必要かというとですね、これだけですね。表を作るためのスタンザを読み込んで、引数としてここにスパークルの結果が返ってくる REST API か、もしくはここにスパークルクエリそのまま書いてもらっても大丈夫です。で、ここにタイトルって書いてあるところは、さっきのウェブページに表示するためのここの文字列ですね。で、ここに書いてある通り何をやってるかというと、よいしょ。このウェブページを表示しているこのブラウザですね。Chrome、HTML クライアントの Chrome が、統合スタンザを呼び出して、統合スタンザが、スパークリストというさっき作った REST API を呼び出して、そいつがスパークルを実行してスパークルを受け取っているのは統合 DB です。で結果がガーッと返ってきてここで表になっている。で、まあ、表は作れますと。でもこれってさっきまでのクエリと変わらない、別に統合 DB でもいいじゃないって話なんですが、さっきちらっと言った、じゃあジャーナルごとに何本ずつ出てるのかみたいな集計したいと、そういう時にプログラミングが力を発揮します。で、そのためのスパークルクエリをさっき昼食の時に川島さんと作ったんですけど、これもちょっと編集しないかな、テストじゃなくなったのでよいしょ。でこれは今作った統合 DB のエンドポイントに対して、よいしょ、ジャーナルと生物種のペアを取っていきます。であとは同じジャーナルだったら何個ありましたかっていうのを数えていけばいいので、ジャーナルでまとめてその数を数えると。でこれを実行するとによピッ、こんな形で、DNA リサーチには1本で、ネイチャージェネティクスには17本みたいな形で集計データが取れます。これはやっぱりスパークルプログラミング言語を使うメリットですね。で、アゲインですけど、やっぱりこれ絵にしたいですよね。でそういう時のためにまたこのメタスタンザを使ってみます。でこの表を作るだけじゃなくてですね、バーチャート、例えばこれですね、こんな形で、これはウィキペディアに対して各都道府県の面積を問い合わせてグラフにするっていうのをスパークルでやってるんですけど、これを使ってここのところに今のジャーナルと本数を取ってくるスパークルに変えるだけでできるはずです。でそれをやったのがこちらになります。相当しておけばよかったですね。相当するとより良いですね。相当しましょう。これやったかな、こいつのスパークルの最後に、ソートバイカウントってやつ、オーダーバイだ。ありがとうございます。オーダーバイ。で、こいつがちゃんと動いていれば、はい、1本しかないジャーナルがずらっとあって、下の方に行くと、ネイチャー20本というのがありますね。はい、じゃあこれで API が更新されたので可視化も変わるはずです。ほいっていう感じですね。でオーダーバイをデスクにしとけばよかったですねはい、もう一度チャレンジ、オーダーバイディセントカウント、よし、いいで、ネイチャーが一番上に来てますね。はい、リロード、ほいと。こんな感じで、
自分のデータベースを活用したウェブアプリケーションが割と簡単にできると。で、紹介したツールも、まあ、ここ10年かけて我々が作ってきたものばっかりなんでちょっと恐縮ですけど、まあ、誰でもちょっと JavaScript とかかけて CSS いじれる人だったらこういうのを作ることができます。で、もっと凝ったことをやりたかったら、ぜひ皆さん工夫していただければと思うんですが、例えばここにある他に何ができるかっていう例をちょっと見ていただくと、こんな形で階層情報をズームできるような可視化をしたりとか、それからこういう系統図を書いてみたりとか、あとこういうフォースグラフですね、こういうネットワーク図を取ってくるとか、まあ、HTML の表を作る、ちょっと地図ちゃんと出てませんけど地図を書く、パイチャート書く、こういう可視化がいろいろスパークルさえあればあとは表を頑張ればいろんなことができますと。ツリーマップもこうズームしていく。これもスパークルで一回ガッと取ってきたデータをもう可視化してるだけでクライアントで全部済みます。こういうポテンシャルがありますと。で、そうするとじゃあ自分のデータを出したらすごいいろんな活用されるんじゃないかっていうワクワク感があって、それだけ感じていただければ一応 OK かなと思います。で、どうしましょうか。もし今日お昼休みちょっと長かったので自分のデータってちょっと試してみたいんだけどっていう方がおられたら、うまくいくかどうか分かりませんけど15分ぐらい時間取ってやってみてもいいと思うんですが、実際サンプルデータ作るとこが一番めんどくさいんですよねそれさえあればと。だからデータベースがあったらそこを問い合わせるだけで済むので、データベース整備っていうのはそこは重要かなと思うんですけれど、誰か手頃なデータをお持ちでしたら、日本全国酒蔵リストとか、あります？それ公開させていただいても大丈夫なデータ？あ、そうですか。じゃあそのファイルをネットで取れますかね？あ、そうですか。もう統合 DB に入れてもらってますか？あ、素晴らしい。じゃあ私は強権発動してですね、あ、こっちの古い方のシステムで、このピンク色の画面ですか？ですね、URL の前に dev がついてるかどうかなんですけど、ついてない方、あ、じゃあよかったです。はい。で、こちらは僕、確かルート権限で入れるので見ることができると。あ、違うな、そうしなくても、あ、でもそうした方がいいかな。見るだけだったら、公開していただければ見れるんですが、カスタマイズとかをやろうとするとこっちでログインしていただくか、まあルートでやるか、あ、でもそうですね、せっかくなんでこちらに来ていただいてここでやりませんか僕今一回ログアウトしたのでここで入っていただけると思いますまあ、一応15分をめどとして、うまくいかなかったら次の、はい、これでそこにさっき作っていただいた、はい、URL、 あ、そうですね、 ID を入れていただいて、はい、あ、そうすると見えてますね。で、これは保存しなくていいので、よいしょ、これがお作りいただいたデータベースですね。内容はですね、あ、これカラム名がないんですけど、ナイステップの機関 ID、うん、とそのトップの機関 ID とその下に含まれるサブの機関 ID のペアで、うん、あ、サブの、じゃあこれはうまくつなぐとツリー状になっているデータなんですね。はい。で、じゃあ階層だけのツリーなんですけど、あ、はい、はい、で、じゃあこれの設定をまず見てみましょう、はい、設定画面に行く と、まずもう RDF できてますが、これをダウンロードして、よいしょ、これですね、うん、そうすると1番目のところにあったのがこれとこれが関係、階層関係にありますというデータになってますね。で、せっかくなのでこのネームのところに書いてあるのは、はい、この機関、トップの機関のラベルでは、ね、サブの機関の論文に出現した
ラベル。ラベル。なるほど。名前。はい、そうか。で、どの論文に出現したかもうここでは情報を落としてるんですけど。なるほど。はい、そっか。だからこの1番、1行目のラベルというわけでは必ずしもないっていうことですかね。そうですね。まあ、あの。だからそういう情報を全部落としちゃってる。なるほど。わかりました。まあでも、あの練習なので、はい、例えば、じゃあ今ので、はい、ネームのところをよく使う RDFS ラベルにしてみましょうと。で保存して、更新して、ダウンロードし直すと、そうすると、音さっきと同じか変わってないですね。ちょっとでかいんですかね、データが。リロード一回やってみようかな。あ、分かった。これを保存してない。すいません。保存して、リリースし直して。変わったかな。で、ダウンロードか。あっと。ダウンロード。あ、変わりましたね。こうやってプロパティを変えることができます。はい。じゃあこれに対するスパークル検索をしたいとなると、まず公開しないと外のプログラムからアクセスできないので公開設定をします。設定を保存します。そうするとこのデータベース名に対してスパークルエンドポイントが準備できるので、よいしょ、こうですね。でセレクトでまずちょっと簡単に、で最初はあの RDF に必ずついてしまうデータベース依存のものが出てきちゃうので、リミットオフセット100ぐらいすると消えるかな、もうちょっとかな、まあそうですね。そうするとナイステップの109行目に書いてあったやつのトップっていうプレディケートにぶら下がってる値はこれですよといった形になりますね。うん、本当はこれツリーなんだったらさっきので可視化したいなという欲が出てきますが、一階層だけはツリーが作る、ぶっつけ本番でできるほどまあ、本当に便利なのかいや怖いこと言うな怖いこと言うなあ、これそうだな、さっきのコピーしよう、これをコピーして、でナイスナイスペルが分かんない、 SS、はい、で引数はとりあえずいらないので全部取ってきます。よいしょ、まずこれでうまくいくかを確認します。えい、取れてそうです。あ、そっか。で、あ、やっぱりプロパティをちゃんと書かないと欲しいところを取ってこれてないですね。それで、ここのところに、いいよ。ここがオントロジーになっていて、ここがトップになってるとかかな。ちょっと。今のところうまくいってますよ。そうすると主語があの1行目2行目というカウントで、で今トップが取れているので、でも欲しいのはトップとサブの関係ですよね、はいはい、なのでスパークルをもうちょっと編集して、これをトップっていう名前にします。で今度は、同じトリプルパターンなんだけどここをサブに変えて、そうするとトップとサブが取れて、で欲しいのはトップとサブだけですよとやって、重複してることがあるかもしれないので、僕はそうですね、重複してることこうしてみます。トップサブの関係が重複してる。そうすると、これで
トップサブトップサブで取れてきてますね。トップサブで取れてはい、これを3にしたいわけですよね。3にしたい。どれ、あ、でもネットワークの方が面白いか。つながってたらいいですもんね。フォースグラフの方がいいかもしれないですね。なんでこういう形になっているとトップとサブがどうつながっているかが見えると。でこのためのスパークルは、多分最初の2つがあればいいので、あ、ここで試せばいいのか。これのエンドポイントをよいしょ、ここに書き、それからスパークルクエリーをここに書き、書いて、えい、おお、やった、すごい、すごい、いいですね。まあこういうことができますと。あ、抜けた。もう一回説明。はい。早かった。すいません。興奮してコードを引っこ抜いてしまいました。戻ったかな。はい。すいません。でこれで画面サイズが。来た、はい、何をやったかというと、今公開していただいた2つの期間番号ですか、が書いてある。でこの期間番号の下にこの期間がぶら下がってますっていうような形なんですけど、上の期間は1つで下にたくさんぶら下がってるっていうケースがずらっとあるはずなので、上の期間と下の期間をペアで全部取ってきて、上の期間が一緒のやつは束ねて表示すると、まあこうなったと。この期間には4つぶら下がってます、この期間にはたくさんぶら下がっていますみたいなのが見えましたというお話です。これぐらいしかできない気がするけど。このパークからもジャパスクリプトいっぱいアドとかも出るから、あ、そうですね、僕が作って公開してるのはこの D3 スパークルっていうやつで、でこのトップページに行くと JavaScript がそのままボコッと置いてあるので、これを読み込んでいただいて、であとこのページのソースを見てもらったら、どうやったらこの樹形図がこう書けるかとか分かるようになっておりますが、それ以上の説明はあんまりなくて恐縮ですけど、これもソースを見れば、はい、あ、そうです、そうですね、はい、なるほど。一つですね、統合ゲノムというアプリケーションを開発してまして、でこれ全部ゲノム情報が RDF だけで記述されているデータベースで、今あれですか、3万7千生物種ぐらい入っています。じゃないな、違う、嘘ですね、生物種数は1万2千ですね。でここで今人を絞っているので、人の遺伝子のリストがここにずらっとあって、でどれでもいいんですけど、適当に遺伝子名をクリックすると、その遺伝子に関する情報、これも今スパークル語、ちょっと標準時間かかっているのは全部スパークル実行してるんですけど、こういう形で取れるようになってます。でこれの可視化パーツ、一個一個の部分を公開、再利用可能な形で公開してます。それが統合スタンザオルグっていうところにあってそろそろ限界です。でここのショーケースっていうところを見ていただくと、頑張れ、こんな形で今まで作り込んだ可視化のモジュールがあります。でこれのソースコードもGitHub で公開されているので、まあ、参考にしていただくことはできるかなと思います。すいません、こんな感じで使っておりますということで、もうちょっとやりたいんですけど、割とちょっと濃度が限界になってきたので山本さんに移っていいですか。はい、はい、じゃあどうもありがとうございました。
。